菅野菅は、明治時代の新聞記者、著作家、婦人運動家、社会主義運動家であり、高徳事件で処刑された12名の一人で、大逆罪で死刑を執行された唯一の女性でもある。号は、夕月。ペンネームでは、塚子。名字は、菅野と書かれる場合もあるが、誤りである。1881年、大阪、絹香佐において、裁判官、 大元人、鉱山事業家の菅野義秀の長女として生まれる。19歳の時、東京深川の裕福な商人の小宮福太郎と結婚したが、下流界に入り浸る横暴な夫と性格が合わずに、家を飛び出して、大阪に帰り、海軍に身を置くこととなったことを理由として離婚した。離婚後は、文史の宇田川文会に指示して、文学を学び、1902年、 大阪地法に入社して、記者となった。文会は親身に面倒を見ていたので、その愛人であったという説もあるが、54歳の文会は妻ずると、夫婦仲が良く、愛人説を否定する意見もある。1903年11月に、日本組合天馬教会で洗礼を受けて、キリスト教に改修した。関野は、紙面で娼婦を、修業婦と批判したことがあったが、 女性地位向上運動、婦人強風会の活動を知って反省。敗勝運動や男女同権の運動にも参加するようになった。日露戦争の直前、文会が高徳周水、坂井俊彦の非戦論に賛成したことから、菅もこれに共鳴。大阪に平民新聞読社会を結成して、婦人運動から社会主義運動にシフトしていった。 平民社の坂井俊彦を訪ね、その紹介で、毛利リー・サイアンと知り合って交際し、毛利が主筆であった和歌山県田辺の室信報社に入社したが、ここで知り合った荒畑勝三と同棲。室信報では、サイアンが入国中は菅が、編集長代理も務めたが、サイアンの出国と共に退社。上京して、商業新聞、毎日電報に就職後、一九百七年に、 荒畑菅村と結婚した。しかし同年に妹の秀が結核で他界し、菅も発病した。1908年、赤畑事件に連座して投獄されるが、この事件は山口古堅の出国を祝おうと東京館だの、二式、輝き館で歓迎会を開いた時のもので、菅村、菅夫妻も参加していたが、肺病を患っていた菅は乱闘には加わらなかったため、 無罪となって9月4日に釈放された。しかし過酷な取り調べを受けたという。出所した頃には、毎日電報は解雇となっており、アナキズムに共鳴したことから、収水の経済的援助を受けた。二人で自由思想を創刊して、赤旗事件を休断しようとし、療病生活を続けるうちに収水とは、恋愛関係になって、平民社内で同棲するようになる。 周水には妻、千代子がおり、菅にも、獄中の肝村がいた。周水に対立する新聞雑誌により、重婚だと騒がれ、スキャンダルとして批判を受けたことから、菅は肝村に一方的な離縁状を送って離婚した。この一件は、肝村から、生涯の恨みを買っただけでなく、公然たる不倫が妻も追い出す格好になったことと、平民者で、菅が優遇されたことから、 二人の関係の評判は同志の間でも良くなかった。この頃、関係は収水を何としても逮捕しようと決意していた。1909年7月15日、平民社に家宅捜索が入った際に同社で生活し、肺病で依然として伏せていた菅は引きずられるように逮捕連行された。しかしこれは罰金刑を受けて釈放された。翌1910年、 3月22日に平民社は解散され、菅と周水は当事療養のために湯河原に向かった。同年6月1日、湯河原で二人は逮捕された。宮下滝吉、新村忠夫、小狩喜作の五名は、天皇暗殺を密測りごとした罪で起訴され、いわゆる皇徳事件の被告となった。今村力蔵老弁護士は、この事件は、菅、宮下、 シンソンが共謀したもので、修水も、狩猟としての責任はあるとしたものの、他の者たちの関与を否定したが、判決では、警察のフレームアップによって、その他多数の社会主義者、無政府主義者、24名が、有罪、死刑となった。翌1911年1月25日、修水ら11人が停止した翌日に執行された。大杉秀夫妻に手紙を送り、 感尊にも言葉を残したという。前述のように、キリスト教徒であるが、生前の遺言により仮葬され、仏式で葬られた。法名は、尺圧自然。墓は、下淀橋町阿山角は新町の正春寺にあり、墓石の正面には、自生の区、黒金の窓に差し入る日の影の移るを守り今日も、暮らしぬが刻まれ、裏には、 革命の先駆者カンの巣がここに眠るとある。ありがとうございます。